八戸の海岸部にある種差海岸は、国の天然記念物ウミネコの繁殖地として知られる蕪島の南から岩手県境の大久喜まで12キロに及び、その海岸は国の名勝として指定。また平成25年5月三陸復興国立公園に指定されました。海岸は波打ち際まで青々とした天然の芝生が広がり、日本の遊歩道100選にも選ばれた足毛崎展望台から続く遊歩道の小道からは奇岩海石の絶景が楽しめます。春から秋にかけては日光キスゲやハマナスなどの海浜植物が咲き誇り、夏はキャンプや海水浴が楽しめます。